はい、どうもこんにちは、ササソです。あ、このお尻は違いますよ。前回の続きやってまいります。いやー、カラメもっと時間かかると思ったけどな。作戦勝ちですね。ノーマルの時みたいに無茶しなかったので。焼きがむついてるからですよ。うるさい、ピーチクパーチク、グラントのガキか、お前らは。やつは監獄には入らん。あの方々には何かお考えがある。ああ、そういえばまだアービターではないんですね。ウィキペディアで調べたところによると、ゼルさんっていうらしいです。ゼルアーバンだったかな。かっこいい名前ですよね。真実と慈悲の預言者と例の脳なしをお連れいたしました。下がってよいぞ、タルタロス。ですが、私はブルートどもも連れて行け。奴を放せ。評議会は措置を己の腹渡で吊るし、引き回しの刑に処すことを決めた。残酷だが、最終的な決定権はこのわしにある。私は死んだも同然です。確かに。ここがわかるか。霊廟ですね、アービターたちの。いかにも。大いなる旅立ちの先駆者たちがここに眠っておる。過去のアービター、つまり調停者たちがな、危機に遭遇するたびに選ばれ散っていた者たちだ。ハンターの純化、グラントの謀反、アービターの存在なくしてコブナントの存続はありえなかった。グラントの謀反がそんなにすごかったのか。我が罪の重さに恥じるばかりです。確かにヘイローの破壊は措置の失態、罪は償ってもらわねばならん。だが評議会は血と熱くなりすぎた。措置は異端者ではない。こやつこそが真の異端者だ。同胞を裏切り、高等評議会に対する謀反を煽動しておる。この人は名前なんつったっけな。忘れちゃった。目を覚ませ兄弟たちよ。奴らの言いなりになれば破滅が待ち受けている。大いなる旅立ちなど、この異端者と奴に従う者どもの口を封じねばならん。生涯は摘み取らねば。私に何をしろと。もはや指揮する艦隊も部下もいないというのに。今のままではな。だがアービターになれば、すぐにでも釈放してやる。真の異端者を始末するのだ。ほんとコブナントの技術ってどっから来てんだろう。プロフェット族がもともと持ってたのかな、こういう技術を。学者っぽいですもんね。評議会の方は、アービターが担う使命は常に命と引き換えじゃ。いずれにしろ措置に未来はない。評議会は無苦労さえ手に入れば納得しよう。さあ、アービターにご命令を。いよいよアービターになりましたね。コブナントの誓いを忘れはしまいだ。いかなる時にもオーリーザー覚悟をわきまえ。祖先の名にかけて、子孫の名にかけて、コブナントに忠誠を誓う。この命尽きるまで。この誓いを破る者は全て異端者、情け容赦は無用だ。奴らは恐れ多くも聖なる場所から大嘘を垂れ流している。奴らを叩きのめしてやれ。いたな、小学校の時。そして救済への道を歩み続けるのだ。小学校じゃなくても大人でもいるか。まあ人のこと言えないですね。僕もたまにそういういたずらしますからね。なかなかお似合いだな。だがその刻印は隠せまい。隠せるはずもない。ここのエリートは皆私の部下だ。アービターとなったお前は預言者のしもべ。やっぱり左顎が痛いだし。部下は大事だが、お前は違う。お互い様だな。アールタスさんですね、この人は。
ここに到着できるとは思ってなかったですよ最初。準備、さて行きましょう。我々が預言者との腕だろう。マーミナ、前はソードだ。静かにかつ迅速にこの時間を鎮圧するのだ。さて最初どうしようかな。皆さんの装備はどんな感じなんですか。すげえ武器持ってんな。あんな持ったことないぞ。よし、あ、アルタスはここまでなのかなみたいですね。さすがにリーダーですからね。ステルスを作動させろ。アービターが戦闘を開始するまでは決して姿を現すな。お前もやってみるか、アービター。だが気をつけろ。お前の装備はいささか古い。ステルスはそう長くは続かない。前回はここでステルスが使えなかったんですよね。いきなり敵に見つかるっていう。みんなさん配備は完了したのかな。さてそしたらどの辺のやつから行ったらいいのかな。まずちょっと入って奥の方から行ってみましょうか。よいしょ。危ない。全部通り、すぐにやっつけ。おーっと、そういうことしないの。また増えた。自分より強いものを敬え、出来損ない目。危ない危ない危ない。裏切る弱虫だけだ。チーフと同じように体力には自信がないです。もう終わっている。あ、ごめん、それは申し訳なかった。おお、ここにいるのか。最低の野郎だ。ああ、ちょっと味方。だから味方。一人倒した。倒した？おお、まだいるじゃないか。結構ニードラの連射がいいっていう話を聞いたので、両手持ちの時はね。なのでちょっと実際に使ってみようかなと思います。危ない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 。ああ、失敗してる失敗してる。ん？生きてる？生きてないか。あ、いるいるいる。嫌な感じ。またすぐ寝返る気だろ。ひょえ、逃がさない。シールドがしょぼい。よし、今んとこ全員生きてるかな。どこで次の敵が出てくるかっていうと、確かこの辺じゃなかったかな。